ん、かわいい、ありがとう。つるちゃんさん、花束ありがとうございます。アリさん、ホイトありがとう。おはようございます。エリエルマルさん、シュウリアさん、アリさん、オーエスさん、フラペチーノさん、エイサクさん、ヨッコさん、サイトさん、メグロのコーチさん、ジドクさん、ノリさん、ありがとう。ああ、昨日ありがとうございました。久しぶりのオープニングアクトな気がしました。今日9月の9、お、グーグーの日だ。違う違う、今日は食べ物を大切にする日です。フリスコメントさん、エリュールマルプさん、イクメさん、エズノリさん、ありがとうございます。天気ありがとう。配信見た、嬉しい、ありがとう。昨日ね、DMM で見てくださった方、定点で見てくださったかな。今日はアーカイブでぜひ見ていただけると嬉しいです。あー、プロフィールね、変えないと、ごめんごめん、ありがとう。うん、ああ、お話し会ありがとうございます。朝大戦ありがとう。こちらこそ、私結構頑張っております。 朝ね、すごい早くから今頑張ってるんですけど、皆さんももしよければ本当にたくさんマッピのカードを遊んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。新玉さん、かわいい、ありがとう。うん、そうね、定点で見るとやっぱね、あのアーカイブと同じ、定点じゃない方で見るとね、アーカイブと同じになるのでね、定点はそれがね、アーカイブで残らないのでね、その時に見れるので、まあ、はい、ナオピアの全身とかよく見れたりしますので、定点おすすめです。よろしくお願いします。おはい。
本当来週のオープニングと楽しみにしております。ありがとうございます、来てくださる。やった。そうね、テーテーもね残していただけたら嬉しいんですけどね。おお、そうそうですか、よかった。今回お話し会はもともとナインスの時点では息をする心のねシングルの時は曰くお話し会があったんですけど、今回の点数になって私だけ1枠位になったので、まあ、降格という感じですかねになったので、今回お話し会が完売とかにならなかったら次は多分ないと思うので、皆さんがよく言ってくださる選抜に入れるよとかセンターになれるよっていうのは遠くなってしまうんですよ。今回その今回じゃないいつもその言ってるんですけど、急にセンターになったりとか選抜に入ったりとかするわけではないので、努力の積み重なりがすごく大事なんですよ。みんなが言ってるその、まあ、年少面だから仕方ないよねって言って後回しにしてって、きっと多分こういう風になったんじゃないかなって思います。だから今回のお話し会は本当にたくさんの方に来ていただけると、来ていただかないと多分その野阿部ちゃんダメだと思うし、ありがとう。前回のお話し会ではリアルでね2回完売が出たっていうのは本当に嬉しいことだなと思いました。本当にありがとうございます。クリスマスの時とね浴衣の時に完売が出たっていうのはそういうね特別な時とかに皆さんは本当に来てくださるので嬉しいなと思いました。今回11月からオンライン話し会が始まるんですけど、まあ、その前にね1回 10月にリアル話し会がありまして、11月って私の誕生日の月なんですよ。で去年
の11月同じぐらいの時にお話し会があったんですね。その時は誕生日プレゼントで超おすすめ日ってしてたんですけど、その時完売が出なくて誕生日プレゼントもいただけなかったんですよ。まあいただいた方もいらっしゃるんですけど、だから私こそはそのちょっとねおすすめ日どっちにしようか今悩んでるんですけどね、あのちょうどね11日をねこうあの間で離れてるんですよ。4日と23っていうのであの11日の近いのがなくてそうそう挟むような日程にあるので今どっちをあのおすすめ日にしようか悩んでるんですよ。でもきっと4日になるのかなって思いつつも前すぎるかなって思ってますまあだからそのちょっと早めにね決めるんですけれども、11月のお話し会今回のお誕生日プレゼント今年こそはいただけると信じてお待ちしておりますよろしくお願いしますね。そうちょっとね微妙な感覚よねあでもはい、皆さん投票しましょうか。ああ最後の話し会と14歳おめでとうの話し会いいね。あ悩みますね。ちょっと待ってね、どうしましょうかね。今回ね監視枠じゃなくてあのツーショットになりましたね。サイン会じゃなくてそうツーショット私初めてなんですよ。あのオンラインでのツーショットはねあのしたことあるんですけど、なんか一回だけねしたことがあってめっちゃ緊張します。うん、楽しみ。ケージルペクターさんありがとう。そうね13歳って結構重要ですね。そうだね、今13歳でいるのは私だけですね、メンバーの中で。あ精神安定剤うん、お疲れ様です。そうだねサイン会がなくなったですね。なのでナオピのサインがもらえなくなりましたうん、おーすごいおめでとう。とリアルでは初めてのツーショットなのでそうなんですよ、結構ね緊張しております。でその年齢の関係で鍋まだ大丈夫でしょう、まあ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 って言って後回しにする人が多かったんですよ去年まあだからその感謝枠も開かなかったし
つもオンラインお話し会、今日はどのぐらい来るかな、あ今日は何々何人来た、あ今日は何人だった、あ今日は何人来た、不安な気持ちで毎回いっぱいだったんですよ。でも今回は後回しにしないでいただけると嬉しいです。毎回なんですけれどもね、そう嬉しいんです。選抜に入ってほしい、ありがとう。お話し会をまず売れなきゃ選抜に入れないよ。いや今回リコチさんもソラハさんも選抜に入ったじゃないですか、売れてるじゃないですか。その少しずつ少しずつその積み重なった結果、今回選抜に入れてるっていうの本当におめでたいなって思います。そのためにナオピちゃんもそうなるためにはその小さな積み重なりが本当に必要で、皆さんの支えが必要ですし、ファンの方のその応援のおかげで、ね、選抜に入ったりするので、写真パネル皆さんぜひ注文してください。かわいいね写真パネルとなっておりますので、美しいかわちのおびちゃんです。ナオピさんももっともっと頑張るんです。ナオピちゃんも頑張るけど、ファンの方にも頑張ってほしいんです。もう私の時間はほぼ全ての時間を STU に費やしてるんですよ。今までだったら例えば習い事に私は費やしてたんですけど、それを全て STU に振ってるんです今。で少しずつ少しずつ今も努力してるし頑張ってるね。うん、マチャニゴさんありがとう、ナクもありがとうございます。ぜひ現れてください、ナピの話会。
今お申し込み、いやもう今お申し込み期間中なので、最大ね1人 5点。そう、昨日のね1時までは1人あたり1点、1周あたり1点だったんです。なので最大10点だったんですけど、今回1周あたり5点まで、1あたりね5点まで で10種類までできるということは、それで50点らしいです。皆さんよろしくお願いします。いや毎回お申し込みの時に、ここのメンバーは、申し込みが少なくなっておりますって下に出てたりするじゃないですか。そう、あのザブ極小メンバーお知らせっていうのが出てたりすると、羨ましいなってそう思います。これがね、私出たことがないんですよ、実は。これが出るといいなってのびちゃん思っております。よいこの子の名前くまぴくまちゃん、名前はない。自己紹介のキャッチコピー、お、いいよ。それでは皆さん、お手を拝借。3番目のリズムですいいよ。ピピピピピピのアピー、好き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 のアピー、イエーイ、ありがとう。ほら、たくさん、そうね、陰からね見守ってくださる方がね、ナピちゃんね多いんですけれども、すごく嬉しいんですよ、陰から見守ってくださるって。でも陰から見てる間にいい商品が腐っちゃうっていうナピがいい商品だとして、これ腐っちゃうかもしれないじゃないですか。食べ物もそうだけど、いいものをさっさと購入しないとほっとくと腐っちゃうし、バナナもさ若くてもさほっとくと腐っちゃうじゃん。そういう感じだよねだから皆さんは私を腐らせないようにしてください。そうオッケーイエイいやね、そうだよ、みんなが購入しない限りナピは腐っていきまっちゃうので、ヒュンって絞んじゃいます、花のように。賞味期限短いのでね、新鮮なうちにご購入いただけると嬉しいですうー凍らせないで、凍らせるためにはあれだよ、ご購入しないとダメだ自分で凍らすためには、
ろしくお願いしますね。ゆうきさんありがとう、ありがとうございます、嬉しいです。可能な限り、あのね、皆さんがねすごいね可能な限り、あの本当に来てくださるってタピオ嬉しいのでね、ありがとうございます。はい、そうですね、 XQ ツイッターにもあのもちろんお話し会のことは載せようと思いますし、たくさんの方に来ていただきたいので、うん、ありがとうございます。ツイ、あの X、旧ツイッターは私がね、まあその実は一番してたんですけど反応がなくてね、そうしぼんでます、ちょっとね枯れつつあるかもしれないです。 X の方では新鮮だった状態が腐るかもしれません、もう反応がなくて悲しすぎて。ヒュン、最近ちょっと枯れつつあって少し減ったのが本音です。はい、うん、さ一言もさ皆さんないっていうのはさ悲しいじゃん、ピエンじゃん、うん、なんかその先輩方っておはようございますの一言で100件くらいいくじゃないですか、それがなかなかねなっちゃうねないから悲しいなって思います。皆さんおはようだけでもいいのでね、あのこんにちはとかこんばんは一言でいいんですよ、私は一言でもいいので返信が欲しいです。配信中にもねあのお名前を呼んでみたりとかしてるんですけど増えなくて今借りちゃってるんですね、ピエーン、そうね、個人アカウントじゃないのも確かにね、でも個人アカウントになった時にこれがさらにヘルトになったりしたらピエンじゃないですか、だから日頃の積み重ね大事なのでね、よろしくお願いします。悲しいよ、 X やってますよ、あの STU48 研究生っていうあのツイッターをあのやっております。研究生4人でね、ちょっとね探しにくいらしいんですよ、あのなんかあの研究生がちょっと英語だから多分ね結構探しにくいっていう方が多いですね、なんかどうやって探すと良いかっていうとね、そう引っかからないみたいで、なんかSTU、 あ STU48 ってやったら出てくるかも、 STU48 ってやったらこうやってあの英語で研究生メンバーっていうこの
のね、ああこれでね、はい、のびちゃんはこのようにツイートを載せております。あのハッシュタグ自分の名前でね、もろくずのあれつけてるんですけど、その時に、あ、どうぞこちらからありがとうございます。あの今ね、ゆずきちさんが載せてくださってる、どうぞこちらから間違えたごめんなさい。あのこの URL から皆さんぜひ飛んでください。そこでなおちゃんのところにあの返信いただけると嬉しいです。あ、もろくずのあです、よろしくお願いいたします。うん、16時間前にねツイートしました。うん、1日10回すごい、ありがとう私もね、自分のねそのハッシュタグで、まあたまにその検索よくしますね。1日1回ぐらい、まあ、朝昼晩ぐらいかな、なんか見てたりしますので、調べた時にね、新しいねツイートを皆さんしてくださってるの嬉しいです。こういう前とかはよく見えるかな、なんか楽しみとかコメントを見たりとかしてます。あ、休日とかのね昼とかは見たりしますね応援してくださるか、誰が来てくださるかなとか、そう、見てたりします。うん、頑張る、ありがとう。うん、関東に来る機会ありますよ。あのですね、3月20日は幕張メッセに行きます。それは確実です、覚えてます。今ギリギリ背中がいいんだよ、強くて微笑んだ涙の涙が他にする、君は少しずつ溜まってる、その目の悲しみが濡れた瞳に破れそうで、まあ、とりあえずモロクズノアを何にでもそう、どんなツイートでもいいからつけたら OK よ。ね、イエイ。10月21日、はい、こちらですね、10月21日は幕張メッセで、会場側に幕張メッセで行われます。ちょっと後でね会場名を書いておきますね。で12月の10日、これ3倍賞で、はい、やるんですけれども、12月と10日はマリンメッセ福岡というところで、うん、あ、そうそう、他の人へのコメントにもあのもろくずのハッシュタグつけといたら OK よそう、福岡はサンタで行います。これはね、12月はめっちゃおすすめです。これはね本当に絶対おすすめなんです。
ここの日の目標は今回の天使のお話し会の目標はフル完売できたら嬉しいなとは思うけど、まあのあぴちゃんはよくねリアルで完売をその出ることが多いので、リアルのフル完売ができたら嬉しいなと思います。天使の目標はね、今回のお話し会の中で実物がね可愛いってよく言ってくださるので、皆さん話し会をフル完売目指して、その中でも12月10日は早く12月10日をまずは一番早く完売を出したいです。よろしくお願いします。そう、まず一番はクリスマスプレゼントをねリアルお話し会でいただきたいので、12月10日お待ちしております。ですね、なあぴちゃんは12月の、ね、10日はですね4時間目だけなので、そう4時間目に来ていただきたいです。その3時間目にツーショットがあって、その後にお話し会があるっていう感じです。うん、一部しかないから、まあ、そこに全集中でお願いします。12月10日のこの日に全集中でお願いします。最初はね、うん、皆さんにもあげるんだけど、皆さんからもいただきたいです。ギブアンドテイク。他は、まあ、リアルに優先的にぜひ申し込んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。全部完売出したいとこでも、その中でもまず最初に12月かな。ちょっとさ、のあぴちゃんさ、ちゃんすごいね、なるべく読み込んだんですけど、ツーショットはね別枠らしくて、なんかこれがねちょっとナビちゃん困ってるところで、ツーショットが別枠っていうのがなんかね今難しいなって思ってます。うん、なんか別枠らしいです。そうなんだ、なるほどね。ともさんハートありがとう。うん、今ね私めっちゃ悩んでるんです、中小とか別っていうのを。そう、聞いて
トモさんハート100個ありがとう、ありがとう、ヤッホー。そうね、変わるんじゃない、その完売するかしないかでツーショットがそのどうなるかっていうのは。あ、何言ってた。ケイさん、お寿司かないさん、ナビです、よろしくお願いします。13歳です、中学2年生です。こちらフォローボタンポチッとよろしくお願いします、ありがとう。うん、そうだといいですね。どっちを優先するか今悩んでる。そのツーショットを優先するか、お話し会を優先するか、リアルお話し会はね。あ、なるほどね。なんかツーショットを何枚もね、そんなにいらない人とかいると思うから、なんか話せたらいいなってとは思ったりもしてる。でもね、ツーショットたくさん欲しいっていう方もいらっしゃったりねするしね。ないか。ちょっとね、そう、お話し会しようはあんましないんですよ。なんかどっちが普段その完売が出やすいとかってあったりします？今までファンの方が見てきてラングタイムやってると思うんですけど、あの皆さんはそのツーショットとお話し会どっちが完売が出やすいっていうのは知ってますか？私ちょっとねそれが分かんなくてですね、ロングタイムやってる皆さんちょっと聞きたいんですけど、あーなるほどね、あ、ありがとう、嬉しい、もばめやった、皆様もばめぜひ取っていただけると嬉しいです。うん、ツーショットも申し込む可能性高いと思う。あー、おすすめでいい？試しになるちょっと。ほんほんほん。へえ。え、そうなんだ。2倍だからな。今回、え？あ、そ、あ、あ、そ、そ、うん？あ、そうなんだ。めっちゃ戸惑っちゃった。え、あ、へえ。そうなの？そうなん、あ、ちょ、あ、そうなん、そうなの？あー、
回から2倍なんだ。今までと変わったのですね。なんということでしょう。だから皆さんお値段で今困ってたんだ。そういうことね。なるへそ。ちょっと来てほしいっていう気持ちもあるし、お話し会たくさん本当に来てほしいって思うし、じゃあ分からんね、どうなるか、どっちが先に完売するかとか。でツーショット結構人気なんだね。やっぱそうだよね、だってリアルでツーショットってなかなかないもんね。悩むえこれ難しいね。そう残るしね、いいよね。 お話ってさ、そうお話し会もねすごい記憶に残るんですけど、物に残るっていうのがね通称といいよね。ねえ、それに気づかずねたくさん申し込んでたらね、確かにそれは滝汗かきそうでね、なんかってなりそう。ツーショット長く話せるの？うん、アクロリ越し、アクロリ越しってなんだ、アクリル。ありがとう。八五三気づいてなかったの？マジか。それは滝汗だ。悩ましいね。お久しぶりです。笑いよさん、キノコありがとう。ナプちゃんね、残すか、これは悩ましい。でも今ね、さっきね見た極小メンバーいたじゃないですか。極小メンバーはあれでした、ツーショットが極小でした。マキューさんもサヤさんも千穂さんもツーショットが極小でした。ということは、ということはどういうことか、ツーショットをおすすめにするか。写真プラス普通の話もいけるんだ。話しながらツーショットみたいな感じ。ツーショット完売してるんか。ツーショットあれするか。ユミリーナとチョウさんが完売してるならばどうするか。めっちゃ悩むぞこれ。悩む。
し込み1枚の時にさ完売ってすごいですよね。いやそれぐらいになったらいいなー私も、サンタの時のツーショットとかだったら来るかな。サンタとか結構ねいいんじゃない。うん、やば、サンタとツーショットをおすすめにしようかな。なんでかっていうと浴衣の時に最後ほぼ完売だったそうで、これがあるじゃん個人のさ撮影会があったじゃないですか。その時に実はその浴衣なんかそう再度並んだ時にもう残りなほぼないですみたいな、だからほぼ完売だったらしいんですよ。だからツーショットにしようかな。そうね、当日買えるのはね結構大きかったですね。そうなんだよね、そう当日だったんだよね、事前じゃなかったんだよね。でも噂によるとね完売したらしいです。そうだからちょっと優先するかな。ね、朝からねなんかうん、でもなうん悩む。うーん、そうね。で、大丈夫、サンタさんもね、あの結構去年寒かったです。大丈夫大丈夫、スタイルいいのは変わらないから。肩柔らかいでしょ。これね気持ち悪いってね言われたことがある。肘が頭のこっちまで来るから。いえ、これでね一回写真撮ったやつがあの
これで恐怖って言われました。あの心霊写真みたいで、なんかそう誰の手か分かんなくて、しかもちょうどここら辺が綺麗で、めっちゃね怖いって言われた。後ろから手が来てたから、そう。そう、後ろでやって誰もいないんです。え、やめてやめて。そう、サンタと心霊写真みたいなテーマにする、こういう。怖っ。セルフ心霊写真、確かねこういうやつだった。これこうやってさやってる時にさ、後ろからさ、結構ホラーだねこれ。はるかさん二重の字ありがとうございます。真似したらちょっとやめときなさい。心霊写真お願いします。ああいいよいいよ、心霊写真お願いしますって言ったら心霊写真になるから。大丈夫よ、怖くないから。怖くない怖くないね。待って、めっちゃツーショットでこれやる人多いかもしれん。怖すぎる。これは怖いよ。楽しそうだけどね。ぜひツーショット来てください。みんなこれこれ練習してくるのかな。ゆずきちさん受けるありがとう。確かにこれは面白いわ。独特なツーショットだね。じゃあテーマツーショット、あの12月10日サンタと心霊写真っていうテーマにしますか。あの最優先で皆さん来てください。書きますね。霊って書いてある。最優先でお願いします。あと心霊写真最優先です。ツーショットお願いします。
クショ撮れましたか。そこは突っ込まないで。スクショできましたか。最優先、うん、あのまあひらがなの方が見やすいので。ありがとうございます。はい、ドレスコートは、まあ、サンタ帽子ですかね。サンタ帽子をかぶってきてください。皆さんもサンタさんになり、私もサンタさんになる。そして心霊写真を撮る。どんな感じになるんだろうね。イエイってなった時にこっちこっち向こうか、こうやってこうやって撮ってるのか。あ、トナカイでももちろんもちろん大歓迎です。トナピね、トナピ皆さんドレスコードはサンタ帽子かトナカイ。サンタに関係するものならいいですよ。うん、福岡です。それは怖いね。うん、トナカイとかソリでもありだよ。ソリソリね。ノービが乗るソリ。泣かないよソリに。オンラインのまあ最優先ってなんだ、最優先日はまあおめでとうの日にしようかな。11月23日おめでとうなら皆さん言いに来やすいかな。なんか多分この祝日、ここはねちょっと悩ましいんですけど、木曜日の祝日でいいですか。あの最優先の日をここにしたいと思います。3時間目11月23日木曜日祝日です。おめでとう。あのノアピちゃんがね14歳になった、初めてのお話し会。みんな来てよ、来てね。よろしくお願いします。オンラインはこの日でございます。ね、まだまだ若いからって言って後回しにするのは絶対に禁物です。ノーピーが腐っちゃうのでね、よろしくお願いします。ではね、そろそろ終わろうかな。お話し会のことを今日は話すことができました。今回一枠になったっていうのは本当にすごく
悲しいなって思うことだし、残念だけどこれをポジティブにちょっと皆さんが来てくださることを信じて、ノーモン後回しでよろしくお願いします。今後のね STA 人生にも関わることですし、今回一貫杯とかそういうのが出なかった場合きっと今後ないと思うし、 STA ではだん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 っていう風になっていきますので、いきますので、はい、よろしくお願いしますね。今回完売が出たら、もしかしたら次のシングルとかでは2枠に増えてるかもしれないし、そしたらねみんな今回完売がした時に、あ、もうちょっと行きたかったとか思った場合に嬉しいじゃないですか。完売だぞ。2枠に増えたらねやっとスタートラインに立てると思うので、今はねまだまだちょっとスタートラインよりもだいぶ後ろになってるので、まあ双子になったら赤ちゃんになったっていうことで、はい、まだね私はスタートライン立ててないので、皆さんよろしくお願いします。まあ、どん底のアピはね伸びしろしかないのでね、今を大切にね、今も今後も大切によろしくお願いします。浦部さんありがとうございます。あの束、はあ、ゆきそばさんハートありがとうございます。そうだね、作戦はガンガン行こうぜです。命大事にではないです。イベントの時みたいにお話し会はガンガン行こうぜでよろしくお願いします。伸びしろしかない。命大事にではないよ。もうガンガン行こうぜ。HP0 になってもガンガン行こうぜだから。でも冗談だけど、まあガンガン行きましょう。みんな頑張ろう。今はね、今温存したらね、今温存したら、ね、MP 使わずに終わり、戦いが終わるよ。なるべく早く極小になって。したらね、もっとたくさんの方が来てくださるかもしれないでしょ。だから お話し会お待ちしております。よし終わる。いや多分今ほぼ言い切りました。私の思いは今回の第2次のお申し込み期間なんですけれども、1週につき、1週あたり5点、ここにいただけます。9月8日、はい、昨日の、午後18時から
午後18時っておかしいな、18時から9月11日月曜日の1時までとなっております。あのこの時までには皆さん、お申し込みよろしくお願いいたします。はい、あのノーピはね、新鮮なうちに皆さん食べに来てください。よろしくお願いいたします。はい、では終わりたいと思います。9月11日の1時までなるべく早く、そうだね、他のファンの方もノーピが気になってるかもしれませんので、本当になるべく早く来ていただけると嬉しいなと思います。販売出したいです。では終わりたいと思います。そうですよ、新鮮なうちに、腐っちゃうのでね、野菜とか果物と一緒で。うん、そうだね、枚数制限が解除されるのは3時、そうですね、その時も本当にその時、今回の、そうだね、勝負ですね、今の2時もだいぶね、勝負をしに行きましょう。眺めてるの楽しいよ、ありがとう、楽しい、それは眺めてるの楽しいはいいんだけど悲しい、来てください、眺めてるだけで来ないのはね悲しすぎるのね。眺めてるだけならね誰でもできるんですよ。でも来てほしいです。はい、来てください。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。ありがとう。君と巡り合って僕は楽になった、うつぶに息を吸ってうつぶに吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる、君が好きだ。
星空をずっと眺めてるとそう眠るタイミングを失う目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて僕はもっと外に目を向けて息をしよう。では誕生日をさせていただきます。セティン、ズッキーバーガーさんきありがとうございます。ありがとう。テレビイズルータさんできぶりまつありがとう。イルベイトモさんできありがとうございます。テンイズナマイフさんできありがとう。ナインイズピピピトマトさんありがとうございます。エイイズエリアルマルさんできぶりまつありがとう。エイねセブンイズノコピーさんできありがとう。シックスイズデイビッドさんできありがとうございます。ヒビイズワライオンさんできありがとう。エンフォーイズりょうさんありがとうございます。スーディーズばっちゃんにこさんときありがとう。セカンドイズうらめさんありがとうございます。フリッイズゆずきさんありがとうございます。ゆきありがとう。はい、本日も配信ありがとうございました。リアルのね一番はツーショット、12月10日サンタと心霊写真で、最優先でお願いいたします。よろしくお願いします。3時間目です。そして、オンラインの最優先は、11月23日の3時間目です。おめでとう、お誕生日のねおめでとう、ぜひ来てください。よろしくお願いします。ありがとう。このね2日をまず、完売目指してナピも頑張る。皆さんも頑張ろう、ガンガン行こうぜ。誰か好きになると知らぬ間に微笑む思い浮かべるたび幸せな気持ちに君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。ありがとうございました。では、See you, バタニー、バイバーイ。ありがとうございました。お話し会来てね。ガンガン行こうぜ。イェイ、バタニー。ありがとう。たくさんの音符ありがとうございます。天気ありがとう。ミラボールも嬉しいです。ありがとうございます。バイバーイ、またねー。